はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、3月の16日、何曜日？今日は水曜日かな？はい。水曜日です。うん、じゃあ今日もちょっと向き合ってお話をしようかな。あ、じゃあ向き合いますか？向き合いましょう。向き合いますか？よいしょ。ちょっとね、ちょっと狭いんですよ。いいですか？これ入ってますか？はい。入ってます。ここに動かして。この部屋がね、ちょっと狭いっていうのが結構問題です。うん。こうやってしたら、あ、でも大丈夫かな。大丈夫そうですね。見えてますかね。はい、大丈夫です。はい。じゃあ今日もタメ口会にします。タメ口で。はい。はい、タメ口会なんですけれども、あ、話し始めたらタメ口ね。はい。ちょっと最初説明。まあ4月もうすぐ近いじゃないですか。はい。3月ももう真ん中を越してね。うん。今日16日ということで。もうすぐ僕の誕生日がありますけれども、はい、18日ね、あるんだけど、まあ、春を感じることが多くなってきたじゃないですか。うん。はい、ということで、まあ、僕らの住んでいるこの場所で、春を感じることのお話しましょう。わかりました。はい。はい、ということで、タメ口で、春を感じることのお話をします。はい。お願いします。よろしくお願いします。まあね、春感じるって言ったらいつ4月、いつっていうかどんなことで、うん、タイミングもあるかもしれないけど、うん、どんな、きっかけっていうのはなんていうの、まあ、例えば言っちゃうと、うん、雪が溶けたのをきっかけに春を感じるとか、例えば桜が咲いたをきっかけに、うん、春を感じるとか、まあ、きっかけっていうのはそういうことです。はい、はい、で、どう？そうですね、あ、そうですねって言っちゃった、はい、タメ口会だからそうだね、うん、まあ一つは気温が上がって自分が着ている服が薄くなった時、うん、あ、それはめっちゃあるよね。今日もそうだけど1枚、はいはい、服着てる服がね1枚なった。まあ、それはすごくわかる。ああ、春だなって思う、うん。うん。そうだね。一番それ大きいかもしれんね。うん。実は。そう。うん。やっぱりね、そうだな。自分は、まあ、運動するの結構好きで、うん、で、外を歩いたりとか走ったりとかするんだけど、夜に走れるようになったら、春かな。そうだね、まあ、凍ってて冬だと昼間結構あったかい日があって、まあ、気温がプラス5度とかいくけど、夜マイナスになって凍ってて危ないよね。そうだね、雪が積もってたりもするし、うん、そもそも寒い、辛い、うん、だけど春になってくるとそれが、まあ、暖かくなってきて、まあ、それこそこういうTシャツとかだけで走ったりすることができる。あ、春だなみたいな、うん、結構思う。やっぱり自分のね、うん、身につけてるものとか、うん、こう感覚がこう感じられるものは、うん、一番そうだね、うん、そうだね、感じるかな、うんうんうん、あと太陽かな。あ、太陽の動きっていうか、うん、結構ね、今こう住んでるところは長野県はだいたいね、冬だと朝は7時半とか8時ぐらいから、まあ、明るくなってきて、うん、で太陽が当たるのは結構遅いんだよね、9時近く。そうだね。で日が沈むのもまあ夕方の4時半とかなんだけど、最近はまあもっとだいぶ長くなって、うん、朝はもう6時ぐらいから明るい。で、夜も6時ぐらいまで明るいかな。そうだね、もしかしたら。で、これからまあ夏になると朝はもう5時とか4時とかになって、夕方は7時とか7時半とかまで明るいになるんだけど、それはかなり違う、うん、やっぱり写真撮る仕事だし違うね。違うね、だいぶ違うよね、うん、光の質も違うしね、うん、そうそう、まあ、それで感じるかな。そう、日が長くなったなって思う瞬間。そうだね、うん、それは春だなって。そうだね、思います。あとうちさ、うん、リビングに光がささない
さない冬ね、うん、でも夏は刺すんだよ。だからそのリビングに光が差すようになってくると、あ、3月3月だなみたいな。多分あのカレンダーとかスマートフォンとかインターネットがもしこれから全くなくなっても、あ、3月だなみたいなの分かるかな。そうだね、うん、その光が差すからね。ちょうど3月のどうだろう5日ぐらいかな、うん、にこうちょうどうちのご飯を食べているダイニングテーブルの真ん中のところに刺すよね。刺すね。そうそうそう、なんか嬉しいね。嬉しい、うん、それは本当嬉しいよ、ね、冬が終わったって思うかな、うん、あのそうだね、今言ってたみたいに冬が終わったっていうのが多分僕らにとっては春かな。そうだね、あのみんな多分あの思ってるのは桜が咲いたとか結構そういうことだと思う、うん、でもこの場所は桜咲くのまだだいぶ先だから4月の終わりぐらいに咲くから、まあ、半ばから終わりぐらいに咲くからちょっと違うんでね。そうだね、ちょっとずれてて、だから花が咲くのは自分の中では春じゃなくて夏の始まりみたいな感じ。へえ、そうなんだ。だってだいぶもう5月とかじゃない、うん、しっかり花が咲いてくるので、だからこの辺だと冬の終わり夏みたいな感じになっていかない、うんうんうん、そうだね、本当の春って実は結構短いんだけどね。そうだね、うん、あと何かある、まあ、さっきねお花の話してたけど、うん、私はあのお花がねわーっとこう咲くと、はいはい、春だなって感じる。まあ人それぞれだね、うん、そこはね、ここのねあの住んでるところはお花がすごくいっぱいあって、うん、で公園に行くといろんなお花が一斉に、そうだね、一気に咲く、ね、ふわっと咲く、うん、でそのね景色を見てるとうわーやっと春が来たって思う、うん、そうだね、うん、そうだな、うん、本当に春だけだよね、こんなにお花が綺麗なのは。そうだね、うん、あとはね、僕がね、春を感じるのは いやあのですね、調子よくね、春の感じることをすごくこう、わーって喋ってもう気持ちよく、いろんなお話をしてですね、結構盛り上がったんですよ。そしたらですね、なんとカメラのね電池が切れてました、はい、はい、電池が切れてて途中で終わってました話。こういう風にね、はい、半分ぐらいであ、向き合って喋ってると、はい、カメラモニターが見えないから、 その電池が残り何パーセントですって出るんだけど、あと電池切れそうになった時にもうすぐ電池切れますみたいなのが出るんですよ。だけど気がつかずに、うん、見えなかったですね。喋ってて、いや半分ぐらいでしたよ、うん、ちょっと盛り上がって喋ってたら、はいはい、あのついこの間ね、あの日曜日かな土曜日かな、あの心が折れたっていうね、気がついたらあのマイクが入ってなくて音がないだけで僕がずっとこう喋ってる顔の絵だけがこう動画で撮られてたっていうのがついこの間ねありましたけど、はい、それに近い出来事がまた起きましたよ、はい、気をつけましょう、はい、なのでやっぱりちょっとこのぐらいの、うん、このぐらいがいいかもね、うん、はい、もう完全に向き合ってると分かんないから、はい、そうこのぐらいがいいですよ、はい、はい、まあでもね、はい、春のお話、はい、ちょっと待って、途中でブチって切れてたらしいから、うん、結局何だったっけ、春のを感じることですね、はい、そうです、うん、でそれはさっきこういろいろ話してね、うん、いろいろ話した結果、僕らはやっぱり寒いところに住んでる、すんごい寒いところに住んでるから、うん、あの結局ね、あったかくなったなっていうことが一番春を感じることだと。はい、さっきはね、あの花が咲いたとか、いろいろ言ってましたけど、僕らにとってはあの寒さが柔らかくなったということが春を感じるという瞬間。そうですね、ということにめちゃくちゃ喋ったんだけどな、まあ、がっかりだな、ね、またね、お風呂の話とか残ってるかなうちのお風呂はすごい寒いみたいなお話残ってるかな、どうでしょう、わかんないですけど、はい、
あ、まあそんな感じで、まあ、僕らの春を感じるポイントなんですけど、皆さんが春を感じるというそういうところ、こととかものとかなんかありますでしょうか。ね、春じゃなくてもね、季節が。いや春ですね。春。はい、あ、そうですか。はい、春です。じゃあ春で。はい。っていうのは、うん、その春っていうことが国によって違うから。うん、あ、そうか。はい。でその違いを知りたいんですよ。なるほど。はい。で別の季節じゃなくて春っていうのが、例えば雪が降るところが春を感じると、やっぱり雪がなくなってとかね、山が白かったのが緑色になってとかもあるし、で雪が全然降らないところあるでしょ、うん、例えば東南アジアとかもうずっと暖かいところでも、うん、その中にも春とか夏があるわけですよ。うん、まあ、例えば日本で言ったら沖縄とか南の島、はい、その中にも冬から春への違いがあるじゃないですか。うーん、だからそこの皆さんの国とか地域での春ってどういう春ですかっていうのを聞きたいんですよ。わかりました、はい、ということで皆さんが春を感じること、もの、出来事とかを教えていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあね、ちょっとお話が途中で切れちゃいましたけど、まあ、こういうことがないように気をつけたいなと思いますので、また明日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは。